スチュワートです。いつもご視聴ありがとうございます。フロリダのディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。さあ今回の動画ですが、2022年ディズニーウィッシュのクリスマスクルーズのシリーズ3本目の動画になります。この3本目ね、どんな内容かと言いますと、ウィッシュ号の客室ツアー、そしてショッピングの様子です。ステートルーム、客室について。客室は大きく4つに分類され、ランクの高いものからコンシェルジュ、ベランダ、オーシャンビュー、インサイドとなっています。こちらはチームスチュワートがこの時に泊まった部屋のあるデッキ8のマップです。泊まったのはデラックスファミリーオーシャンビューステートルームという5人まで泊まれるお部屋でした。カテゴリーは QA でした。ランドリーが、ね、あるフロアでしたので、とても便利でした。ウィッシュ号のね、他のカテゴリーのお部屋が見たいという方は、以前にねウィッシュ号に乗った時のものがねありますので、どうぞねご覧ください。下の説明欄にも URL 貼っております。スチュワート、はい、8678号室です。入りたいと思います。じゃじゃーん、はあ、綺麗、明るいね。はい、こんな感じです。右手にね2つ扉があって、左にクローゼットがある形ですが、まずねまっすぐね行きたいと思います。はい、入ってすぐにねベッドがあります。ウィッシュって書いてありますね。スローがとっても素敵です。で、ミッキーさんがいますね。でやっぱりね地模様のあるシーツになってます。こんな感じで、こちらにもね地模様があって、で、刺繍のついた枕がとっても可愛いです。はい、でこちらのお部屋のテーマはスリーピングビューティー、眠れる森の美女となっていて、こちらのねアートがとっても可愛いです。ちょっとねお見せします。はい、こんな感じで、で電気も、ベッドの両側にねこうやってランプがついていて、隠れミッキーさんがいます。見えるかな。で、読書灯があって、で USB がこちら2つと USB-C もあります。で電源が2つあります。で向こう側の方はちょっとヨーロッパ風の、電源になってて、まあ、ちょっと使いにくかったんですけど、まあでも、はい、こんな感じです。で、はーい、はい、シルベちゃん、どうですか、寝心地どうでしたか。グドグド、はい、ということでね、こちらに行きたいと思います、ね、お部屋の真ん中にねカーテンがねこうやって仕切りみたいになってていいですよね。2つに分けて、まあ、プライベートをね確保できるという感じになってます。でこちらのベッドはクイーンサイズになってます。でこのお部屋はファミリーデラックスファミリールームっていうカテゴリーなんですけれど、5人までね泊まれるお部屋になっています。あと3人はどこに寝るかというと、このようになってます。はい、OK、開けてもらいます。オープンわー、すごい、Yeah, they have also the letter. The letter, yeah. Yeah. Thank you. Is this for one people? Yeah. Okay. So the weight is like right. Ah. Right, 120. 120 kilogram. Ah, ここも開けてもらいました。Here. Oh, nice. Oh, very nice.Wow. So is that supposed to be one and two? Yeah, three. Three. Three? Yeah. Three. This one also can be, but you want me to open this one? Oh, sure. Oh, oh, thank you. Oh, I see, I see. So it's actually one person bed. One person. Because this cabin is good for 5 person. Okay. So cool. And then 3, 4. Thank you so much. Really appreciate it. No, there's no light, but the one in the suite,
the concerts, they have the light. Oh, okay. I see. The one with the big, big cabin, they have the lights for the kids. Ah, I see. Ah, okay. はい、ということでね、結構びっくりしちゃいましたね。はい、ではここにあるのがまたね、可愛いオーロラ姫のアートになってます。どうぞ。はい。で、このね、机が結構ね、使いやすくて、すごい、物を書いたりとか、なんかコンピューター触ったりとかがすごくいいです。わー、すごい。大きなね、窓があります。これはね、窓、ベランダがないお部屋なんですけど、こんなにね、大きな窓があったら、なんかね、ベランダがなくてもすごい開放感があって、いいなと思いました。ベランダがない分だけ部屋が広いということで、そうですね、ここのスペースがベランダがある、お部屋はベランダがついてるっていう感じになるそうです。はい、でここにもアートがあります。でこちらね、ミラーがあったりとか、まあ鏡台兼物置きみたいな感じになってます。ちょっといろいろ置いててすみません。はい、でこのね、女優ミラーみたいな感じで、まあ、これ使いやすくてね、すごくいいですね、ライトもね。はい、で、ね、これね、ドライヤー、ちょっとぐしゃっとなってるんですけれど、はい、ドライヤーがちゃんとあります。ヘアアイロンとかね、持ってきて大丈夫なんですけど、そういったものをちょっと置くマットも用意されていました。はい、でね、冷蔵庫もね、実はあるんですけれど、すごい分かりにくい、これ冷蔵庫です。はい、でいろいろ、まあ物を置くところなんかありまして、椅子があって、でここにはね、いつもね、ポストカード、いつもので、便箋セット、あ、でペンがね、今回こんなのが置いてありました。でこちらがグッドモーニングって書いてあるんですけど、朝ごはんをお部屋に持ってきてほしい方のための、注文表になります。ここに部屋番号とかゲストさんのお名前とか、あと何時に持ってきてほしいとか、メニューとかね、ここでチェックして、外側のドアのところに、かけておくと、お食事、朝ごはん持ってきてもらえるという注文表になります。はい、それでは、あ、でここに、テレビがあります。はい、じゃあ、バスルームの方行きましょう。バスルームはね、まずこちらね、シャワールームというか、まあバスタブがあります。でシンクは1つで、結構ね、使いやすかったですね。で、タオルはね、4つずつありました。5人部屋だけど4つでしたね。で、はい、H2O のシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュがありました。ポンプ式です。で手に持つタイプのシャワーということで、すごい使いやすかったですよ。でお湯もね、きっちりと綺麗に、気持ちよく使うことができました。でタイルもね、綺麗な、こう明るい感じで、圧迫感はありません。で、このね、なんかアクリルみたいな、この透明の扉も圧迫感がなくて、カーテンよりもね、使いやすい気がしました。で、バスタブの方ですが、ちょっとね、小さめですが、すごくね、お湯がね、すぐ溜まるので、あ、かえっていいかなっていう感じがしました。窮屈さは全然感じませんでしたよ。でこちらが姿見になります。でおトイレっていうのが、このお部屋ね、別々になってます。はい、こちらですね、トイレは本当ね、普通の、至って普通のおトイレになります。でこちらにハンドソープもね、用意されていました。はい、こんな感じです。ではこちら、はい、クローゼットはね、扉が3つありまして、まず一番左から、ここはね、バスローブがね、2つね、用意されてました。なぜか2つしかね、なかったっていうね。あ、そういうことか。はい、でこちらが、あ、ちょっといろいろ置いてて、すいません。まあここはね、金庫もね、こちらにありまして、いろいろ置くことができます。ちょっとすいません、汚いですね。でここが、はい、お洋服をかけるものがあります。でここにね、救命用具とかもね、置いてありますので、どうぞご確認ください。今回はこんな素敵なプレゼントをいただきました。写真でどうぞご覧ください。はい、ルームツアーでした。お楽しみいただけたでしょうか。
またね、いろいろな、ね、ルームツアーもやっておりますので、これで全制覇です。コンプ、はい、いろんな、ね、お部屋やっておりますので、インサイド、ベランダ、コンシェルジュ、はい、とやっておりますので、またね、そちらの方まだ見てないよっていう方はね、どうぞチェックしてください。スッチワード。さて、ルームツアーの次はお待ちかね、ショッピングタイム。2022年のラインナップですなんですけれども、あ、こんなんも売ってたんだなという感じで、ゆるーくご覧いただけると嬉しいです。それではどうぞ。デック5ですかね。そうです、アレベルがあるところですね。はい、ちょっと入ってみましょう。キッズのコーナーだね。ここはほぼほぼ変わってないよ。あ、これはとか、なんか美味しそう。ちょっとクリスマスっぽくなって。可愛いね。クリスマスクルーズになんか感じで、いい感じですね。いい感じ。これなんだろう。あ、これはね、栓抜き。可愛い。でも、おいくら？これ可愛い。14ドル、15ドル。はい。可愛い。すごいいいよ。うん、はい。お酒持ち込みの方、うん、ぜひ。でこちらね、なんだろうね、これ写真はアルバムだね。うん、最近ちょっと紙のものが少なくなってきたけど、ちょっとおいくらかわからないけれど、はい。でこれはスピリットダージャージで、こちらね、おいくらでしょうか。はい、書いてないんですよね。あ、書いてないですね。あるあるだ。80ドルってとこじゃないでしょうね。75から90。え、これはなしだな。紐ですね。で、こっちがね、パンツですね。スウェットみたいな感じで、お空で着れるんじゃないかな。可愛いよ、横が。ほら、ちょっとこれ可愛い。おいくら？49.99 ですね。これ 39.99 で。後ろは特に何もなくて、袖に入ってます。後ろはね、特に何もないっていうか、ウィッシュディズニーっては書いてありますよ。はい、 T シャツですね。こちらの T シャツ 34.99、 まだあってよかったね。こっちあったっけな、ね、前あったあったあった。はい、こちらがさっきのスピリットジャージと同じ柄ですね。はい、 24.99 です。私ね、これおすすめなんですよ。これかわいいね。うん、69.99。 他にね、ちゃんと帽子のところに柄があるのがいいですね。かわいい。キャプテンミニーが真ん中に回ってます。同じやつですね。はい、はい、これいいね、欲しいね、うん、で、これスイッチ前からね、欲しいって言ってたもんだね、うん、そうだね、やっぱかわいい。これが 36.99 です。はい、で、こちらね、まずあった、うん、お子様のバージョンね。お子様バージョンはてかユース24.99 で、もうちょっと安いです。で、お子様のパーカー、はい、あ、ちょっと違うね、可愛らしい、うん、44.99。 あ、こちらが安いね。こちらが 24.99 になってます。はい、可愛い。34.99。 あ、これは限定品だからということで、1人2つ、はい、2つまで出るんですね。これで、これ本当に音が出るね。 44.99 です。で、こちらイヤハット、スッチさんはいいね。はい、こちらイヤハットが、これ本当に残り少ない感じですよ。もう2つしかない。 29.99 です。で、これマグネットセットドアを、あの、彩り、おいくらかな。あ、結構重いね。あ、19.99 です。これはパークでも売ってたやつ。パークでも売ってたけど、可愛いね、やっぱり、うん、ラウンジフライです。これ85ドル。85ドル。はい、で、これバラ巻き用にいい感じですね。お土産チョコレートですね。カロリーはいいです。 15.99 です。はい、マーベルです。こっち穴行きですね。
これスッチがギリギリ切れそうな感じ。かわいい。へえ、かわいい。おいくら万円ですか？45ドル。はい、44.99。これね、かわいいね。25ドルですね。はい、これなかなか良い、ね。なかなか良いですね。うん、あ、これまだ売ってた。うんうん、はい。この辺はちょっとバブーちゃんのものが多いのかな。こんなのもあるの子供で。あ、可愛い。え、大人っぽいんだけど。うん、子供35。まあここ一応全部子供のセクションなんで多分そうだと思います。これ持ってるお子様いた。これ？うん。可愛いと思ったんですけど、おいくらですか？30ドルですね。29.99 です。はい、あ、ここはパイレーツのお衣装とかですよね。こっちね。あ、これさ、ミッキーと同じ？もしかしてミッキーちゃん？ミッキー、あ、それも、あ、そうだね。あ、このお衣装もなかなか誰ってわけじゃないじゃない。でもこれなかなかかっこいい。 99.9 って結構いいお値段するね。これさ、155センチなのね。だからスッチさん着れるんじゃないかもしれないね。かっこいい。なんかいいのありましたか？あ、こちらこれね、あ、マーベルなんだよね。これキャプテンアメリカのですね。あ、なんかいいね。これフラネルなんだよね。あったかそう。お値段がわからない。お値段わからない。お値段がわかりません。なぜ？イナジュラルのまだね、ありました。まだあるね。あるね。これもね、可愛いって言ったのがありましたね。これでもグレーだよ。可愛いって言ったよね。でもこれにしようかって言ったのね。パーカーとかもあるじゃん。これ可愛いなと思ってたよね。これ子供？これは、うん、子供だと思う。XL だからナイスだね。これ可愛い。うん、XXL でもちょっとちっちゃいね。あ、子供だからね。うん、可愛いです。子供のものは残ってって感じかな、ね。これもあったよね、前ね。39.99。結構お求めやすい。で、これがお高いラウンジフライの耳ですね。お耳 44.99。で、あ、これね、なんか気になってた方いらっしゃったんですけど、レジェンド・オブ・ザ・キールコインっていうのって。おいくら？でもね、わからない。書いてない。お値段書いてない。はい、こちら 39.99。 はい、これドライフィットですね。80ドル。はい、ナイキはちょっとお高いです。こちらもね、イナキュラルのシリーズになってます。39.99。 はい、こちらもイナギュラルのシリーズで 29.99。 結構お求めやすいね。 29.99 とかだよ。あ、そうなの。うん、結構まだ残ってますね。タオルとかグレーのカラーとかの、あ、ほんと。じゃあちょっと見に行きましょう。これは何でしょう。イナギュラルのパーカーなんですけど、はい、70ドル。これ大人のなんですけど、おおお、後ろが白いです。後ろかっこいい、かっこいい。いいね。これは昨日です。結構いい値段だね。でも、はい、大人のものなんです。あ、これで、これはあのタオルなんですけど、はい、かわいい。かわいい。え、肌触りはどうですか？あの、安い感じ。安い感じ。30ドル。タオルはお好きな方多いよね。うん、まあ、これは保温ができるやつだと思います。はい、25ドル。はい、29ドル。はい。シリーズ、あ、これも新しいと思います。あ、いいです。あ、素敵。これ欲しい。いいね。うん、え、うん、あ、うん、これはマグネットですか、ね。そうですね。24.99。はい。はい、カードセット。この間もね、ありましたね。はい。なんかグリーティングカード。シンデレラのものが映りますか。お、お、あ、アート、アート。アートあります。この偽物のやつ。こんなの前なかったね。うん、あ、でも結構高い。30ドル。え、30ドル。これいいです。結構する。これいいです。うん、あ、これなんかアクセサリーとか入れられるのかな。ハグとか置くやつ。これね、偽物なんでいいです。軽いです。18ドル。これかわいい。これいいです。どうでしょう。クルーズライン。かわいい。いいね。
フルグラインをお家でも30度お家でも楽しんじゃおう。はい、いいです。はい、あとこれなんだろうね、このあたり。あ、これは携帯の携帯です。なるほど。あ、なんか楽しい。あ、カリビンだ。へえ、これはあった、うん、これおい、あ、おいくらかな。かわいいね。船長37度です。はい、これ女子物なんですけど、すごいかわいいです、ね、この色かわいい。あの、ここしかないのよ。あの、あんまりね、あのディズニークルーズって感じではないです。50度、ね、あ、来たらこういう感じだね。これも女の子のなんですけど、はい、でもこれね、なんか下もんだよ。パジャマセットっぽい、うん、パジャマかなだと思います。どうこのパジャマ、そっち家で着てたらちょっと近いと思います。50ドルですね。あのね、シルベこれいいと思ってんだよ。おちょっとミラマジでマジでマジでやめてよ、やめてよ。なんかここら辺ちょっとチャッチやめてやめてこれが 39.99 だね。ネジュラルの、あの、マグまだありますね。結構まだありますよ。大丈夫、まだ 27.99。 あ、本格的なパジャマだね。本格的パジャマの下だけだね。はいはい、すごいですね。いいです。はい、こちら男物なんですけど、私こういうの好きなんですよ。40度です。これね、ミッキーさんの前持ってたんですよ、私が。で、これとお揃いで着たらいいのかなって、まあ、そういう感じだと思う、はい、渋いね。 29.99 表面安い。こちらは子供、あ、子供もっと安いんじゃない。あ、19.99 来ましたよ。そこいいよ、いいよ。あ、これいいじゃない。靴下セット、靴下セットじゃない、1個しかない。高っ。17度。あ、これはいいです。かわいい、お土産いいね。おしゃれ。これちゃんと革だよ多分、うん、これ160ドル。これ2000ドル。これは機内持ち込み159.99。これはね、昔のやつよりベターになって軽くなりました。あの、インプルーブバージョンです。ちょっと高級感もある。あ、うん、昔のやつより素敵だね。こちらがね、うん、メイクウィッシュのファンデーションかな。これはちょっと値段が出てて79.99 で、こちらのね、あの一部のね、あの売上金がメイクウィッシュの方にドネーションされるというか、はい、ここにね、書いてあるね。あっち側かな、ここにね、メイクアウィッシュって書いてあるね。はい、これはクリスマスバージョンのインクリンですね、はい、のスピリットジャージかな。すごい可愛い、ズバリ S しかありません。すごいね、ディズニークルーズの S サイズしか売ってない。あ、そうなんだね。てかもう売り切れ。で、こちらも結構売り切れてるよね、 T シャツね。はい、やっぱ可愛いよね。はい、 T シャツです。 T シャツはおいくら。これ30度です。でこちら子供さん、まあ、これは可愛いね。37度。はい、37ドル。可愛いです。はい、はい、またない。あ、ない。スピリットジャージまたないです。これでも前もあったよね。これなかったかな。これ75ドルです。はい、なんだろう、ナイロンな感じで。そう、はい、持ちやすそうですね。うん、あとキャップとか結構これ前からあったやつだね、うん、パーカーは値段出てます。60ドルで、はい、T シャツが 39.99 で、こちらね、はい、ディズニークルーズラインの、はい、デッキにも入ってる、パスローブがね、130ドル。こちらにちょっと買い忘れたものとか、あと赤ちゃんのバブバブセットとか、あと H2O のものとか、いろいろ売ってます。で、ここに靴下も売ってますね。で、ベンチなんかも売ってます。はい、こちらもうあんまり変わってないね。ここは変わってない。はい、でもマグカップこんなになかったかもしれないけど、例えばこのね、マグカップだったら 16.99 とかね。チップとデールもありますね。ミーちゃん、ミッキーね、あります。で、これまだ売ってるね、よかったよかった。こちら 24.99 とか22.99 22.99
これも可愛いね。26.99、結構いい値段か。まあタンブラー、それは結構、やっぱりね、今回クリスマスクルートということでクリスマスのね飾りが多いね、オーナメントが。まあそうかな。はい、これ可愛いね。でオーナメントがあったりね。これは何だろう。これはオートグラフの、あ、違う、オートグラフ、エンドフォトグラフ、両方使える、両方使える、へぇ、すごいすごい。で、こちらなんでしょうね、エプロン、エプロン、エプロン35ドル、34.99。これ可愛いと思います。あ、可愛い。これとこれの2枚セットで25ドル、24.99。あ、で、これも可愛いね。これすごい可愛い、ワインので、これグラス誰のかって分かる分だよね。あー、へー、はーい。さあ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 、あとこの辺は同じだね。29ドル、59ドル、99のこのジャケットとか、T シャツもなかなか素敵で、お値段が 34.99 ですね。あんまり変わってないね。まあ、ここら辺ラインナップは変わってないかな。24.99。私ね、あのスティッチの見たことないんだけど。あ、スティッチ、あ、これはそうだね、珍しいかも、うん、これ新しいんじゃないでしょうか。これ85ドル、結構するね、うん、これアリエルですね。はい、これはおいくら前に、これは80、すごいね、ディングルホッパー、あ、95ドルです。95ドル。で、ドナちゃんは結構前からいたけど、やっぱ可愛いよね。そうです、ね、うん、これは85ドル。そっか、これがこれ85ドル、クリスマスのね、で、これもあります。あ、それいいね。これ55ドルですね。あ、これラウンジフライ、はい、すごい。ちょっと中どうなってるのかな、中すごい気になる。あ、なんかきっちりとした感じ、うん、中も凝ってます。ちゃんと、うん、なんか生地がいい感じだね。あとこれは、これ前なかったんじゃない、これは見たことあるけど、私は前回。これ95ドルです。はい、で、ちっちゃいのもあるね。ちっちゃいの50ドルです。はい、ここのコーナーはちょっとアートなものですね。はい、例えばこのキャスタウェイ系シリーズ、キャスタウェイ系のだったら80ドル。誰が描いてるかによる。そうだね、どなたかの。やっぱりこれね、マジックまだドリームファンタジーウィッシュないですね。はい、いろいろあります。お、35ドル。それは別にラウンジフライではないんだよね、うん、ラウンジフライかなと思ったけど違いました。違うね、うん、違いますね。いろいろラインナップあるけど、まあ、クリスマスはここら辺です。そうですね、うん、はい、このでかい帽子。そうでかい帽子ね、うん、これね、ちょっとでかすぎるから、もうちょっと小さかったらいいのかな。無理です。はい、ね、このシリーズね、このドレスとかも前もあったんだけど、面なのでちょっとチープです、私からすると。まあ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 、45ドル。あとこの T シャツもちょっと可愛いなと思って、この色合いがね。30ドルです、ね、はい、30、29.99 ってこと。スッチ帽子これでいいんじゃん。え、そうなの。それおいくら万円これ。うん、30ドル。はい、で、ちっちゃいこのもあるね。で、上下セットで 42.99。 これ可愛いよ。うん、ミニじゃん、お顔が。はい、おいくら万円かな。60ドルです。あ、59.99。はい、あとステッカーとか謎のセルフォンホルダー、はい、何かがあります。タンブラー、そっちワード。
今回はウィッシュ号の客室ツアーとショッピングの様子お届けしましたが、お楽しみいただけたでしょうか。次回このシリーズは3日目の様子です。大人気のウォータースライダーアクアマウスに乗ったり、ずっと行きたかったねアイスクリームショップとかインフィニティープールとかね、あとあのお高めのねお土産が売っているショップにも思い切って入ってみたので、そんな感じで盛りだくさんでお届けします。どうぞお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。グッドチャンネル登録ももう本当によろしくお願いいたします。ということで、スチュワートとシルベーヌと、はい、ツンツンでおなじみボーヤですがお送りしました。ではでは、またね、また見てね。